皆さん、ワーホリキチャンネルのロミです。今日は見てください、ガチャガチャコーナーに来ました。イオンの。今日はね、久々にガチャガチャいっぱいやっていきます。いくらか決めてなくて、だからまあ可愛いガチャガチャを約3000円分やります。で、わかんないよ、撮影終わった後に4000円とかいっちゃってるかもしれないけど。それではスタート。どうしよう、両替しよう。まず両替。これ欲しい。これ300円。帰ったら開けるからね。これ可愛いな、ニャスパーってやつ。めっちゃ可愛いスパイク。リクに似てるから一回やろう。次、狙いはこれ。はい、今から家に帰って大量のガチャガチャたち開封していきます。果たしてロミは3000円で終わらせられたのか。じゃあ帰りまーす。はい、家に帰ってきました。もうめっちゃ可愛いのいっぱいあって、全部で10個やっちゃいました。で、金額が3200円。よかった。もう4000とかいかなくてよかった。まあさすがに10回もやればもうめちゃくちゃね、満足できたんで、最後に400円分やって全部3200円ですね。じゃあ出します。じゃじゃじゃん。マジ今回ね、全部超かわいいの。本当にイオンのガチャガチャコーナー2カ所あって、あっち行ったりこっち行ったりしながら回したんで。じゃあまずは一番最初にやったサクサクパンダのキーホルダーのガチャガチャ。ちっちゃい頃から食べてきてて超可愛かったからやっちゃいました。オープン。あ、これ何味で、ロミはなんかおじいちゃんみたいな顔のサクサクパンダが欲しかったんだけど、あ見て、サクサクパンダロッキー。超可愛い。はちみつバター味だ。ちょっと開けます。すごいリアル。はい、こんな感じのはちみつバター味、焦がしバター味のサクサクパンダなんだけど、見た目可愛いじゃん。これパッケージで、これがねお菓子で、びっくりしたのがこの後ろ。超リアルじゃない？マジそのまんまサクサクパンダで、他ロミが欲しかったのはね、これなんか「とめじ」って書いてあるやつ。全部5種類だね。可愛い。マジでここに入れて、こんな感じですね。こうやってつけて、ほら、めっちゃ可愛い。マジでこれなんか鉛筆持ってるやつかな。これは当たり。どれ出ても可愛いわ。じゃあ次はたべっ子動物。サクサクパンダの次にたべっ子動物だから、これもね可愛くて、ロミはねこの白いたべっ子動物が出ました。これもチャームになってるやつで、もう超可愛くない？ほら、これがパッケージね。で、めっちゃリアル。ほら、ちゃんとカロリーとかもさ、こうやって書いてあって、すごっ。かわいい。で、ここにはたべっ子動物のこれダックって書いてありますね。で、種類がこれさ、全部かわいいけど、それもチョコ欲しかった。チョコかノーマル。こんな感じ5種類です。白いやつもこれ美味しいよね。食べたくなっちゃう。今日はサクサクパンダとたべっ子動物買いに行きます。で、次がちいかわやっちゃいました。ちいかわのマスコット見つけて、うさぎ狙いだったんだけど、出たのはちいかわでした。パジャマ着てるちいかわで、めっちゃ可愛いの。これ紐ついて、これ脱がせるんですよ、パジャマ。こうやって、まあ、全部脱がすの大変なんだけど、まあ、こうやって脱がすこともできるので、めっちゃ伸びちゃったこんな感じ。可愛いよね。うわ、うさぎ欲しかったな。4種類でシークレットもあるんだよね。うさぎ欲しかったんだけど、まあ、可愛いからいいや。これ400円で、さっきの300円、どっちも。で、次がこれにしよう。ね、懐かしいの見つけちゃったの。もうスクイーズスライム大好きな人はね、絶対に見たことあるつぶつぶ粘土のガチャガチャ。これ200円で安かった。じゃーん、こんな感じ。ちっちゃいカップ。ちっちゃ。すぐ遊び終わっちゃう。懐かしい。これでも思ってたつぶつぶ粘土よりちょっと固めですね。これなんか乾燥してない？これちょっと出します。全部ショック。乾燥してる。見て、こんな感じなんだけど、わかるかな？カピカピに乾燥しちゃってます。皆さん、やっぱスライム系、粘土系は注意した方がいいですね。じゃあ次いきます。じゃあこれこじこじのガチャガチャやっちゃった。まずラインナップ見せます。もちろんロミの狙いはこじこじの、これが欲しかったの。これか、まあ、これがね欲しかったんだけど、で一番このミミズとゲランくんいらないなと思ってたら、ゲランくんが出ましたまあでも可愛いから。で、ロミのママもこじこじとかちびまる子ちゃん大好きだから、これゲランくんママにあげようかなと思って。待って、可愛い。これが400円。結構するね。400円だったわ。これこんな感じの名台詞フィギュア。でここにどうしても欲しいなら高くてもいいから売ってくれよってゲラン君が言ってます。かわいい。じゃあ次はプリキュアのラバーマスコットやっちゃったのね。迷ったの、やるかどうか。欲しいの出なかったら嫌だなと思って、変身前のやつは一番嫌だなと思ってたらまさかの変身前のやつ。でもまあ可愛いからいいや。はい、小麦です。変身前の人間姿の小麦。あ、そう、これが欲しかったの。普通の犬の小麦か変身してるマスコットが欲しかったんだけど。で次がちょっとねリクに似てたブルドッグがいたトムとジェリーのフィギュアやったのね。でこれが欲しかったの。スパイクが欲しかったんですよ。で出たのは超可愛いの。ほら、タフィーが出ました。トムとジェリーのジェリーの親戚みたいな。トムジェリーもねちっちゃい頃見てた。ほらこんな感じ、可愛くない？こんなちっちゃいので300円。はい、次。あ、これが最後にやったウノ。あのね、ノーマルが欲しかったんだけど出てくれたんですよ、ノーマルが。マジ嬉しい。これがミニサイズのウノで400円なんだけど、え、すごい。こんな感じでちゃんとカードがねいっぱい入ってます。え、これ学校で遊ぼう。え、すごくない？マジでびっくり。でも全然遊べるサイズだよね。で残り2個。あ、じゃあ次これポケモンのお菓子のマスコットで、ルミが欲しかったのはこれニャスパーっていうポケモン、なんかゼリーみたいなのが欲しかったんだけど、出たのはこんな感じのピカチュウのキャンディーのマスコット。これ全部お菓子になってるんだよね、マスコットが。これも300円で、ラストが、この中で一番高いガチャガチャ、500円です。これが、カードキャプターさくらっていう、ルミがね、ちっちゃい頃に見てたアニメのガチャガチャでやっちゃいました。トルソーフィギュアです。組み立てます。狙いが、これが欲しかったの、ルミ。レアのやつが欲しかったのね。ケロちゃんついてるやつ。で、出たのはこれでした。前に出たのはこれなの。これ500円なの。組み立てます。はい、こんな感じで組み立て終わりました。めっちゃ可愛くない？ルミさ、何回か動画でもプリキュアとかおじゃまじょドレミとかトルソーフィギュアのガチャやってるんだけど、でもやっぱね、可愛いですね。衣装になってて。これもまたルミのコレクション本棚とかの上に飾りたいと思います。で、以上です。こんな感じで10回ガチャガチャやったんだけど、今回一番やってよかったなと思うのは、お気に入りは、ウノかな？ウノびっくり。で、今回ね、結構新作のガチャとかもね、やってるので、気になるのがあったら、ぜひね、皆さんもやってみてください。で、おすすめのガチャガチャとかもあったらね、コメント欄にどんどん書いてください。じゃあ、ということで、またガチャガチャ動画見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。